伊王島灯台は長崎県長崎市の伊王島にある灯台。長崎港の入り口、伊王島の北端に位置する。現在の灯台は白色、六角形の鉄筋コンクリート造りで2003年に改築されたものだが、明かり長部のドームは1870年の建設当時のものがそのまま利用されている。初代伊王島灯台1866年に、 江戸幕府が4カ国との間で締結した江戸条約に基づき設置された全国8灯台の中で唯一九州に設置された。長崎に灯台が設置された理由としては貿易で深い関わりのあったオランダの要望があった。灯台の設計はリチャード・ヘンリー・ブラントンで1870年6月に完成しかりテを実施、翌1871年7月に 日本最初の鉄道灯台として本店倒された。1945年8月9日の原爆による爆風で大きく損傷を受け、1954年9月に解体。同年12月に四角形、鉄筋コンクリート作りの灯台が完成したが、ドーム部分はそのまま流用され、旧灯台の基礎部分も残された。1971年4月には、近隣の影の かばしま両ょ台と共に無人化された。2003年には設置当初の六角形の姿に改築された。洋島東台の傍らには、かつて東台主の宿舎として利用されていた洋館が東台資料館として開放されている。設計は東台と同じくブラントンによるもので、1877年に完成した日本最古の無金コンクリート構造である。1988年に、 伊王島島大急林退職所として、長崎県の有形文化財に登録された。ありがとうございます。